はい、バットレトロゲームチャンネルです。今日はですね、電車でゴーファイナルやっていきたいと思います。で、長いやつですね。大崎から大崎内回りですね。1時間10分ぐらいかかると思うんだよね。なきゃね、なんでね。4つのパートに分かれてるからね、また。まあ、よく言えば動画の数は稼ぎやすいですけど、悪く言えば、めんどくさいっていうかね。まどろっこしいと言いますかね。まあ、隊長さんっていうか、電車でゴシリーズやばいんですけど、あ、かっこいいな。まあ、電車でゴー3なかったけど、意外とね、総武線とか中央線とかは遊べるけどね、山手線は遊べないんだけど。定着30センチ以内に収めると多分ね、プラグ2秒ぐらいだと金星もらえると思うんだよね。まあ、ノーミスで運転できたらいいけど、なかなかこれ30センチってプラグ30センチ以内って難しいからね、案外ね。で、停車寸前に急にセンチメートル単位になるからね、ちょっとやりづらいんだよね。メートル単位になりちゃってるから。食パンはね、センチ単位でやらないと厳しいかなと思ってんだよね。グッドゲームチャンネルさんなんかだと、センチメートルではやってないですね。メートル表示も。やっぱメートル停止位置はね、メートル表示になれちゃってるからやりやすいです。そうなんですよね。あんまり停止位置みたいな桁数が多くなるからなんか見づらくなる印象があってですね。でもメートル表示にメートル表示でやってるだけで
アはね、山手線あんまスピード出せないからね。出せても、まあ、進行90って出るけど、結局75キロぐらいしか出せない。制限解除。こうね。結構難しいね。ダイヤ、回復、ダイヤの回復って結構難しい。停車、停車回りました。ご乗車ありがとうございます。はい、ご乗車ありがとうございます。田町まで来ましたね。田町まで来ましたね。まだ2区間しか遊んでない。次は浜松町ですね。浜松町ですねって言ってもね、書いてあるから。2番線、ドアが閉まります。ご注意ください。はい、小島支店、信号55、田町、停車。ほとんどの駅あれだね。発車メロディーついてるからすごいよね。かなと思いますけどね。まあ走ろう山の山手線でね、発車まで行きたいと思ってね、ボロボロなんか抱えてましたね。103系とか205系とかね、まあ発車ベルの方が合うんじゃないかなと。黒帽子の映像登場さんが言ってましたけど、同じ上編しかやってないんだけど、プロフェッショナル2やろうかなって思ってた。あんま時間ないよ。金星取れないし、確か金星は取れない。ただの星の形した。ああやっぱり、まあ、とりあえずノーミスでねクリアできることを目標に。次は新橋か。2番線ドアが閉まります。ご注意ください。とじめ線、信号75、浜松町、停車。Thank you.
橋停車定着11,820ポイント。新橋です。ご乗車ありがとうございます。はい、お忘れ物のないようご注意ください。はい、次は有楽町ですね。この電車も走り出すと今止まっている右の205系の山手線も走り出しますね。5番線ドアが閉まります。ご注意ください。とじめ線信号55新橋停泊。何なんだろうね、こっちの電車が走り出すと同時に他の車両も動き出すっていう、なんかファイナル特有のあれがありますよね。ファイナル特有の動きがあるって言いますか。ビッグピックってあれ、なんかビッグカメラみたいな、ビッグカメラを意識してる。東京まで来ましたよ。信号65有楽町停泊。定着なんですよね。停止位置よりも定着、あの時間の方が大事です。ご注意ください。はい、こっちへください。
閉じ目10、信号65、東京、停泊。停車、停着。1万6千ポイント。ここは放送なし、駅の放送なし。駅の放送ね、録音とか撮影してね、YouTube に上げてる人もいます。ご注意ください。今厳しいらしいですね、著作権がね。信号なんかチャンネルバンされちゃうとか、ね、収益化しちゃうとなんかダメらしいですね。停車、あんまり慎重になりすぎるとね、時間遅れちゃうし、ちょっとここのところの感覚が難しいです。今日御徒町、でも本物の電車の運転手さんでも山手線一周運転することあるんですかね。ご注意ください。ここは分かんない、交代なんじゃないのかね。閉じ目点、信号65、秋葉原。じゃあ山手線一周運転させられることってあるんですかね。よっぽど人が足りてない時とかね。信号75、あるんですかね。次は御徒町、御徒町です。中間地点あたりまで行ったら運転手交代とかありそうですね。先週で一気にやらせる、まあでも電車の運転手さんも過酷だって言いますからね。ノーバランスルートなんか始末しようと。
町停車、停車遅れ。御徒町です。ご乗車ありがとうございます。はい。御徒町の次上。12万3605ポイントか。そういえばね、もう一度ね、起業に挑戦しようかなと思って。起業。信号65。起きる企業と書いてね、起業なんですけど、まあ開業届はまあ特に5、6年前に出してんだけど、全然真剣にやってなくて、ちょっと日記感覚で YouTube に投稿しようかなと思ってんですけど。マークが取れる研究線ポイント。上野です。ご乗車ありがとうございます。ここでは序盤終了です。はい、次発車ベル。次はウイスナニです。2番線、ドアが閉まります。ご注意ください。まあ、野球教室とかもやったんだけどね、なかなかうまくいきません。うまくいかないっていうのは、メールマガジンとか出してたんですけどね、まあ、確定申告は今でも言ってるんですけどね、大してやってないんですけど、大して事業としてもあんまりやってない、全くやってないわけじゃない。1万5000ポイント。もう93チェイン、93チェインまで行きました。次は、降り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 、降
り停車。失敗した、間違えた。184cm、だいぶ手前止まったね。もう今100チェーン達成です。まあ誰でも100チェーンは行くよね、ノーミスでやるんだ。148m 近いね。でもドアが閉まります。ご注意ください。はい、ご注意ください。閉じ目点信号65、日暮里停発。これね、集中力要しますよ。だから子供結構これ難しい、結構きついと思いますよ。まあ、子供の授業時間、小学校1年生だと授業時間、小学生って授業時間50分ですからね。定着。次タバタ、3番線ドアが閉まります。はい、ご注意ください。あれ今日収録日やったっけ、2021年の8月24日火曜日です。午前11時11分、もう昼だ。定着。5秒遅れてる。特に駅の放送なし。もう19万円1000点まで来ました。350だと駒込。注意ください。はい、出発進行。信号55、田畑停発。信号65、110チェインついきましたよ。次は駒込です。お出口は沖縄です。休みだやってますね。それ以外の場所ではマナーモードに設定の
難易度は高いね。5秒遅れか、やっぱ5秒遅れちゃうのは回復運転しないといけない。これ103系の系統線にしか見えない。ウイス色には見えない。これが211系だね。湘南新宿ラインなのかな、何なのか分かんないけど。小島駅線、信号65、駒込、停発。何の工夫もしてないから。巣鴨も停車。あ、1秒縮まったの。OK、次。次は大塚ですね。注意ください。小島駅線、信号65、巣鴨も停発。まあ、これ小学生は集中力持たないよね。よっぽど好きじゃないとね、まあ、そんなに面白みもないからね。変化があるわけじゃないからね、マリオカートとかレースゲームとかね、ああいうのとは違ってちょっと変化が少ないから集中力の維持は難しい。信号じゃないけど、あと65でこれか。信号65、制限65、制限65。
あれ待ってちゃって。まあいや、ぴったり到着。停車、停着。8500ポイント。続き。まあ結構中間地点は行けましたね。池袋。とじめ線、信号65、大塚、停泊。信号75。ご乗車ありがとうございました。次は池袋、池袋です。お出口は左側です。埼京線、高崎線、宇都宮線、東武東上線、西武池袋線。で信号75になるの指定はこの1階です。お降りのお客様はお忘れ物がないようお手回りをお確かめください。こういうふうにね誤差0を 0.00 って、ね、表示してくれるのがいいんだよね。初代電車で号の快速はね、自分で定数時間考えなきゃいけないからね。停車ぴったりしたつもりだったけどダメだった。池袋です。はい、ご乗車ありがとうございます。ありがとうございます。次は目白。ドア閉まります。ご注意ください。ドアが閉まります。ご注意ください。はい、出発進行。初め線、信号55、池袋、停泊。東武55のままか。信号75、信号75。
10987653目白停車定着。しかもぴったりだね。プラマイゼロ到着。目白です。はい、ご乗車ありがとうございます。高田のババ。1番線ドアが閉まります。 1075m 隠し警笛あり。ご注意ください。こちら線信号75目白停泊。はい、目白停泊。のババ停車。1秒遅れたか。高田のババ、はい、高田のババです。ご乗車ありがとうございます。駅のアナウンスが男の人だったり女の人だったりするけど、内回りは女の人とか外回りは男の人とかそれ決まってないんだ。ドアが閉まります。ご注意ください。はい、ご注意ください。まあ、散々やったね、信号75、高田の馬場、停泊。これは切るかもね。タイヤが多いよね、しかし。プロフェッショナルツも結構やってるけどね、なかなか終わんないもんね。停車、ここは駅のアナウンスなし。
新宿まで来ましたよ。ここが中盤ですね。3パートぐらいに分かれてた。大崎から上野、上野から新宿、新宿から大崎。ドアが閉まります。ご注意ください。閉じ目線、信号75、新大久保、停泊。もう305,855ポイントです。信号65。停車。しかも3秒遅れてるし。新宿です、はい。ご乗車ありがとうございます。人いないけど。新宿です。ああ、男の人と女の人のコラボレーションもある。ボーナスゲームあったと思うんだけど。ああ、ありましたね。211系です。はい、はい、出発進行で制限こっきり、あ、失敗した。で、まあ、1万ポイント取れました。はい、ボーナス成功。またもう1チェーン取れる予定だったのに。はい、中盤ですね。信号65、新宿、停泊。まず60キロだ。低速帯60。停車で済んで。
OK。 代々木、まあまあでもノーミスでできてるからいいんじゃないかなって。いや大丈夫。全然金星とか、ね、おなんか2メートル手前で止まったり、合格範囲ではあるんだけどね、2メートル手前で止まったりしてるから、信号65来てるばっかないんだけど、あ、ここ走る山、鉄橋、今の鉄橋ね、走る山の停止点だと、ボーナスも折れるけど。信号65で、ね、指定の低速の指定が70キロでね、65キロ以上出すと減点になっちゃう。停車、一人生まれましたよ。原宿です、はい、ご乗車ありがとうございます。ありがとうございました。次は渋谷です。しかしなあ、これ眠くなるよね。これ夜にやったら大変だ。ドアが閉まります。ご注意ください。はい、初め線、信号75、原宿、停泊。渋谷、原宿、渋谷と。停車、2秒遅れか、3チェンジ、せっかくね、
逆地に行くかっていうところですけど、あれは守んない方がいい。渋谷です、ご乗車ありがとうございます。はい、もしかしたらノーミスで行けるかなって思ったら全然無理でした。2番線ドアが閉まります、ご注意ください。はい、出発進行信号65渋谷停泊、信号75グッチュイクですね。ねえ、よくやってますけどね。グッドゲームチャンネル。とじめ10、信号75、エビ。あれほどバカになれるっていうのもすごいですよね。やっぱね、バカになれないとね、ダメなんですね。YouTuber はね。そのまま2650点って、まあまあ。マイスターだとどれくらい50万とかいっちゃうの？
目黒、停車、停車。やっぱポイント少ないね、2960。ご乗車ありがとうございます。目黒です。はい。1番線、品川、東京方面行きです。大崎か、あと2区間、2区間です。ドアが閉まります、ご注意ください。1番線、品川、東京方面、こういうのやってやるとね、なんかあんまりやりたくなくなっちゃう、長いからやりたくなくなっちゃう。特命線、信号65、目黒、停泊。当分ファイナルはいいや、まだプロフェッショナルツアーだったら短いやつもあるからね、そっちやったらいいかなって思ったけど、やべ、これ再加速だ、無理ですね。ボタンだ、停車、はい、まあ、これ定着で、まさか再加速する。ご乗車ありがとうございます。ボタンだです。はい。1番線、品川、東京方面行きです。ドアが閉まります。ご注意ください。はい、ご注意ください。1番線、品川、東京方面、発車いたします。はい、出発進行。信号65、五反田、停泊。ナビ遅れ。大崎です。ご乗車ありがとうございます。臨海線はお乗り換えです。臨海線か、はい、はい、はい、乗務完了ということでね、この辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。